加藤官房長官は現時点で在留している日本人らが怪我をしているとの情報に接していないことを明らかにしました。現地の在留邦人や退避を予定していた現地職員等の日本関係者、また今回の退避オペレーションに関わっている関係者において怪我など生命身体に影響があったとの情報は接しておりません。また加藤長官は安全な退避の実現に向けた努力は継続していきたいと強調しました。岸防衛大臣は会見で現地情勢を懸念を持って注視していると述べ、引き続き自衛隊機による日本人らの退避を続ける考えを示しています。また外務省幹部によると作戦は継続中で今日やるべきことをやると述べていて、今月中の退避を完了させたい意向を強調しました。